안녕하세요미소입니다今日は今日は何をするかっつったらひょただいまジャパン JAPAN ジャパンすごくちょっとジャパンがおとなしくなっとったっていう感じのことを小耳に挟んだりしなかったりそしてですねちょっと最近買ったものを購入品を紹介したいと思ってで韓国行った時にやっぱ韓国で買ったものがあったりなかったりちょっと大きいものちょっと大きいものをお買い物してきて今日はそれをちょっと紹介していこうと思います最近使えるものでこれどこのですかって聞かれることもあるし髪染めたんですよ髪も染めたよっていう報告なんですけどまあ購入品紹介ということで人にバーって買ったものさっき並べたんやけどまず韓国から帰ってきてスーツケースそのものやねマジで片付けないかこの間も韓国行っとったんやけどその最近行くって言った韓国の前日までスーツケースそのものだってそれ部屋片付かんのみたいなこのところっていろんなものが落ちてんやけどソファーの上に金髪の色の、ね、おもちゃがじゃあまず一発目これは韓国で買いましためっちゃ可愛いよいくよせーのダダンバッグでございますこのバッグマジ一目惚れカロスキルの動画に多分後で出てくると思うんやけどカロスキルでめっちゃ一目惚れしたバッグで値段忘れたなリップ入ってるしバッグの中からリップ出がちよねこの店屋さんのオリジナル商品みたいな感じで韓国ってすごいオリジナルオリジナルって言いたがるんやけど、まあ、そのオリジナルみたいな CEJ みたいな CEO ならぬ CEJ ですね色めっちゃ可愛くない最近こういうバッグめっちゃハマっとってで髪もピンクっぽい色になったしちょうどいいんじゃないかなと思って結構冬でも夏でもいけるし結構ねガバガバ開くけどいろんなの入るよ生地はそんなに濃いとか言ってないけど、とりあえず色が可愛い。これ色がちょっとキラキラみたいなアルミフォイルチックな色してるんやけど、アルミフォイルじゃない色、モノピンクもあったし、黒もあったしみたいな。けどもう一目惚れしたこのバッグにしました。次ね、めっちゃ可愛いよ。私がちょっと前に買って、これ最近よく被っとったんやけど、なんと、お揃いの帽子金歯の帽子買いましためっちゃ可愛い。金歯被せたんやけど、めっちゃ可愛かった。これ L サイズやね。2900円。で服とかさちょっとなんか安く買ったりするんやけど普通に私の服なんかよりいい値段だったよねめっちゃ可愛いこれ最近金歯とこれ金歯つけて私これつけて一緒にお散歩とかやりたいと思いましたでね犬の服めっちゃいろんなの買ってダダンめっちゃ可愛くないテコンドーの服金歯まだ着せてないんやけどあなんか金歯男の子なんやけどこんな服ですね韓国って子供用の服屋さんとかめっちゃ可愛くてで犬の服もめっちゃ可愛いねこれそれで可愛くないでもこれちょっとね着たらちっちゃかったっけちょっとキンパがなんかもうちょっとちっちゃくなったというかなんていうのキンパじゃない子に着せたいと思いますまあちっちゃくなることはないと思うんでこちらもですねすごく可愛かったですけど全然サイズが合わなかったですちょっとピチっとったかなみたいなもうなんか兄弟の中で一番末っ子の子が無理やりお兄ちゃんのピチピチな服着せられてるよっていう状態だったんでちょっとこれ似合わんかったんやけどこういう可愛い服もあるよみたいな感じで見ていただけたらなこれ買ったのが、高速ターミナルなんやけど、高速ターミナルめっちゃ服可愛いんよ。人間の服だけじゃなくて、犬の服とかもあるけん、高速ターミナルはマジでおすすめ。めっちゃ安いしね。次ですね、この間、メイク動画で紹介した、これ読み方みんな教えてくれたよね。なんだっけな、LANEIGE なんですけど、ランジニアみたいなやつ。このクッションファンデ今も使ってんやけど、めっちゃいいよね。ほんとマスクに使うし、最近さ、やっぱマスクを外したりつけたり外したりつけたりするけんさ、よれるんよ。けどこれはほんとによれんけん、ほんとにおすすめ。で、なんかみそちゃんの動画見て、これ買ってくれたっていう方が結構おるらしくて、で、DM とかで、ほんとにあれよれませんね、みたいな。いや、これはマジでよれんよ。で、私はちなみに17番、一番明るい色使ってます。そんな値段とかも言い切ってないし、で、もうちょっとしたら多分オリーブヤングでセール始まるんよ。セールの時にぜひ皆さんゲットしてみてください。セールだったらこれ絶対売り切れとるって言うたけど、絶対一番にオリーブヤング並んででも買ってみてください。次、化粧品のつながりって言えば、大量のパックを韓国で買ってきました。ダダン。最近私がハマっとるアビーブっていう読み方の会社のやつなんやけど、これね、このパック1枚500円するんよ。500円のパックやから、どんなパックよみたいな思うかもしれんけど、これがなんと半額で2500ウォン、250円で売りよったけん、買いました。こちらですね。機能的には何がいいんだろうか。復活層。そう。このアビブの復活層シリーズがめっちゃおすすめって韓国の友達も言って、迷ったら復活層っていうやつ買えばいいんやけど、復活層の栄養弾力ケア、皮膚に栄養感をいっぱい与えてくれる光り輝く弾力皮膚、もちもちにコラーゲン、ゼリーマスクみたいな。とりあえず、まあ、いいことしか書いてないんですけど、まあ、悪いことは隠しておらんと思うんですけど、裏側に。まあ、いいと思うんですよね。で、これ2枚に分かれとって、上下。普通の安いパックとは、
やっぱ違う、もうなんか貼った瞬間にもちもちもちみたいな。これは本当に買う価値があると思うけど、ぜひ皆さんアビブよく聞くけどどうなんだろうって試したい気持ちの方はぜひ試してみてください。次はですね、韓国ってスマホケース、ヨロブン携帯さまじじょよく使ってるでしょ。携帯、あ、ほらちょっとついてないけど、怖い怖い。携帯のケースがめっちゃ安くてめっちゃ可愛いよ。ダダン、この2つ、これは江南の駅の地下ですね。韓国って名前がないゆるキャラみたいなのがいっぱいおって、でこの指はめるやつもしんちゃんの、またこれ公式じゃないと思うよね、非公式だと思うんだけど、めっちゃ可愛くない？これなんかうーみたいな顔しとって、お姉さんみたいな感じでおねだりしとる時のキラキラなんだけど、これとかもいっぱいあるよ。すごいいろんなケースがあってめっちゃ可愛かった。最近これにこれつけて携帯ケースちょっと最近買おうかなと思ってたけど、で次これ韓国の A ランドっていう店あるやん。日本にもあるんやけど、 A ランドって日本にあるやつと韓国にあるやつちょっと違う気がする。日本の A ランドってたまに見に行くんやけど、めっちゃ惹かれるものなんかそんなにないよね。自分的にちょっとニュージーンズチックやない？私もう最近ニュージーンズが可愛すぎて全員黒髪ロングみたいな。じゃあけんニュージーンズの皆さん見よったらマジで黒髪にしたくなるくらい本当に可愛くて、ニュージーンズっぽいなと思って買いました。こういうキャラですね。ねえ、みそちゃん何個スマホあるんっていうぐらいめっちゃスマホケース買ったんやけど、あとはね、あ、これこれ韓国の可愛い人たちがねよくスマホにつけとって、こういうところとかにつけとって可愛いと思って買いました。すぐ携帯とかなくすけんさ、こういうクマのグミチックな、食べれないんですけど、ヨーコはあの食べないでくださいっていうテロップが必要なんですけど、こうグミチックなスマホのアクセサリーみたいな、これね490円ぐらいだったかな。そんな値段切ってなかったし、こういうキラキラのものさ、ちっちゃい子の時とか集めたかったけんさ、もう大人になったんですけど、こういう感じで。最近ね、めっちゃ聞かれるズボンがあるわけ。このズボンどこのですかって。このズボンね、自分で言うのもあれやけど、マジで足細くなる。え、みそちゃん足細ってなるぐらい、あの、そう、見えるだけのズボン。これね、私感動して2色買いしとって、新宿の道にあるところで買ったんやけど、店名がフリーズマートっていうところのズボンなんやけど、本当に足綺麗に見せてくれるんよね。いい感じで、下がこうやって広がっとるやつやけん、これマジでいいよ。本当におすすめ。で、服から来まして、服につながります。韓国で買った洋服を紹介していきたいと思います。私の中で今すごいね着とる色があって、緑なんですよ。このバッグも緑やし、このバッグもよく着られるんやけど、これはねキャサリーニ、キャセリーニ原宿にあるところで買ったんやけど、パソコン入れとったりカメラをね持って歩くことが多いけど、でっかいバッグをいつもこうやってやって、ヨシミヨンさんチックになるんだよ。これは韓国のミッソっていうところのやつなんやけど、このミッソっていうところは結構ねシンプルな服がそこまで生きてない値段で買えるところ、シンプルやけどシンプルすぎみたいな、 GU とかユニクロにちょっとおしゃれを加えたよみたいな感じの、これからの時期に着れるようなやつですね。着た感じはこんな感じ、普通に色可愛い。値段が4990円、まあそんな安くはないかな。最近ね韓国でこれ襟がこう大幅にオープンになってるやつが結構含みる気がする。次ですね、これは A ランドかな。中にタンクトップがついとって、こんな感じでタンクトップがついとって上から羽織るようなやつみたいな、可愛いよね。ここの肉とか気になるけん、こういう薄いやつ、今もそうなんやけど薄いやつでごまかしてるみたいな。これも A ランドで買ったんやけど、7800円のやつが A ランドセールしよって 50% オフで3900円。最近家で編集しよったら眠たくなって寝てしまうけん、カフェに行って編集することが多いんやけど、カフェねクーラー効きすぎだけん、長袖でちょっと寒いなっていう時に羽織れるように、なんかブカブカしすぎずちょっとなんかいい感じにしまっとる感じの。次これオリーブヤングの時に紹介忘れとったんやけど、アビブのやつ、これもまたねセールしよってなんか半額ぐらい売れてん。アビブのやつは低刺激で、私って本当に肌弱いんや。なんかコメント欄でみそちゃんって肌弱いって言うけどそんなに弱くないと思いますよっていうコメントがあったんやけど、私肌マジで弱いんよ。肌弱いけんこんだけ肌白いっていうのもあるんよね。ですごい合わんかったらバッて出るんやけど、アビブは結構ね大丈夫だった。まあ合わん人もおると思うんやけど、弱酸性 PH シート緑の柄、アビブでもし迷ったらこの緑の柄か、さっき紹介したこのやつがおすすめです。でラストに紹介するやつはもうこれがメインで紹介したいやつなんやけど、一番金額もちょっとするんやけど、これはマジで本当にあのやっと始めれるみたいな。それはもう何かって言ったら、ダダン、何と思うこれ、聞いたことある人おるかな、オーマイティース、わかる？なんとマウスピース買いました。は
強制するやつ、歯列矯正っていうかな。私昔矯正しとったよね。いや結構ね綺麗に並んどんやけど、ちょっと戻りにおいよね、下の歯とか親知らずを抜くのがちょっと遅かったけん、そのズレで、で前歯が最近出てきよ、動画編集しよってもこうふとした時に自分の顔前歯出とったり、めっちゃ気になっとって、歯矯正したいな、歯矯正したいなってずっと思っとったよね。 もしやるとしても歯の裏側、その前高校生の時にやった時はがっつり前にこうやってやってたんやけど、やっぱね目立つし、後ろ側ってなったら前側の矯正より時間もかかるしお金もかかるね。これでなんか、あマウスピースもあるなと思って、けどマウスピースもさ何回も病院行ったりするの面倒いと思ってて渋っとったよね。でその時に見つけたのがこのオーマイティースのマウスピースなんで、これもどうせマウスピースやんって思うかもしれんけど、これねもともと忙しい人向けに作られたマウスピースらしくて、歯医者さんに行くのが最低1回で済むよね。まあでもめっちゃ複雑みたいな人とかはたまに、まあ、2回来てくださいとかおるんやけど、私の場合は1回でよかったし、強制で歯医者に1回だけの来店で済みますっていうのは、私強制した右からしたらすごいびっくりするし、ちなみに私は審査してもらって前の歯だけでいいってなったけん33万で、全体の歯矯正するってなったらそれでも66万だよ。もう昔の矯正に比べたらめっちゃ安いよ。多分ね機械のなんていうがっつりの矯正多分100万とかいくんよ。これねどんな感じかって言ったらね、自分の歯型、これ全部私の歯型なんやけど、歯型が送られてくるんよね。でこの歯型取るのもすごかった。歯型取るのってすごいなんかピンクのさ、めっちゃブジブジのやつガッてやられるイメージあったんやけど、スキャンしよる様子、あのこちらですね、こんな感じで機械をただ口の中に入れて、最近の技術すげえみたいな。この診断が無料らしいよね。やけん診断だけでも行って自分の歯がどんな感じかみたいな感じで見るのも全然ありだと思うし、これ番号が1から15あるんやけど、最初はこの1番の歯をつけて、何日か後に2をつけて、最後の15をはめる頃にはいい感じに歯が並んでるみたいな感じですね。けどやっぱね昔のその針金の矯正って自分も実際にやっとったけ思うんやけど、食べ物がめっちゃ詰まるし、私トウモロコシ好きなんやけど、トウモロコシやかも食べたら大変よ。トウモロコシアレルギーになりたかったって後悔したぐらい本当にもう歯めっちゃ詰まるし、そう思ったらマウスピースってめっちゃ楽やし、歯ってそれぐらい印象を与えるやん。オーマイティースはもう歯医者さんに通わんでいいっていうのが一番楽。本当に通わんでいいんですかって私聞いたんや、この診断行った時、ほんとら本当に通わんでいいんだって、一回も通わんでいいんや、なんかわからんことあったら LINE でやり取りしてみたいな、本当に一回も通わんでいいけん、めんどくさがり屋、私みたいな本当にめんどくさがり屋な人にはすごいいいし、でもちろん歯医者に通わんでいいけん追加料金もかからんし、もう最初の33万、一回の会計だけで終わるけん、めっちゃ本当にいいと思って、診断だけでもいいので皆さんもぜひオーマイティース行ってみてください。スピース友達で何人かやるんやけど、店通わんでいいよっていうのを私が伝えたら、マジでそんなんあるんって言ったけん、本当におすすめです。はい、はい、ではこんな感じで最近買った購入品を紹介したんですけど、どうだったかでしょうか。もう韓国でもいろんなものをいっぱい買えたし、もうマウスピースマジでおすすめなので、さっき言った診断あるやん、あれはどこの誰様が行っても無料やけん、とりあえず行ってみてそれで後で考えるっていうのもありやし、 URL 下に詳しいこと貼っとくのでぜひそこからチェックしてみてください。こんなも買ったりして、パックもいっぱい買ったりして、スマホ何個あるんぞっていうぐらいスマホケースも買って、すごい最近買いたいものができたので、皆さんに参考になればなって思います。今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムも適当にしようのでぜひ遊びに来てみてください。以上、みさでした。バイバイ。